金太の大冒険。ある日金太が歩いていると、美しいお姫様が逃げてきた。悪い人にね、今追われているの。お願い金太守って、金太守って、金太守って、金太守って。しかし金太は喧嘩が弱く、友達とやっても負けてしまう。腕力に自信のない金太くん、喧嘩はいつも負けが多い。金太負けが多い、金太負けが多い、金太負けが多い。やがて悪人がやってきた。身の丈2メートルもある男。金太と悪人の大決戦。金太負けるなとお姫様、金太負けるな、金太負けるな、金太負けるな。悪人は金太に襲いかかる。金太は思わず飛びのいた。あそこにあったは大きな木。その周りを金太はぐるぐる回り出す。金太回った、金太回った、金太回った。悪人はいつか目を回し、その隙にお姫様と逃げ出した。お姫様の美しさに金太くん、目をパチパチまたたいた。金太またたいた、金玉叩いた、金玉叩いた。しばらく行くと二人はお腹の空いたのに気がついた。ふと見るとマスカット木が生えている。金太はナイフで切ったとさ。金太マスカットナイフで切る、金太マスカットナイフで切る、金太マスカットナイフで切る。痛そうお腹の膨れた二人は、さらに安全なマカオに行くことにした。いけどもいけどもマカオは見えず、お姫様はイライラして金太に聞いた。ねえ金太まだ、ねえ金太まだ、金太まだ。そうしているうちにも二人はやっとのことでマカオに着いた。金太とお姫様はマカオに着いた。やっとのことでマカオに着いた。金太マカオに着く、金太マカオに着く、金太マカオに着く。さあマカオに着いた金太くん、知り合いのビルを訪ねたとさ。お姫様はそのビルを見ていった。とさ、まあ金太わしなビルね、まあ金太ましなビル、金太ましなビル、金太ましなビル。中に入ると誰もいない。伝言板にただ一言書いてある。神田さんから金太くんへのことづけで、金太待つ神田と書いてある。金玉つかんだ、金玉つかんだ、金玉つかんだ。ご存知金太の大冒険、これから先はどうなるか。またの機会をごひいきに。それでは皆さん、さようなら。